皆さんこんにちは、 CA ヒューマンの吉田です。今回はステッピングモーターですね、こちらを PLCIO を使って制御したいと思います。ステッピングモーターはパルス一つあたり、モーターごとの回転角度というのがあって、その回転角度を回転するというモーターになります。細かな制御等についてはまた別途ホームページ等で紹介させていただきたいと思いますが、今回は 1.8 度ですね、1パルスあたり 1.8 度回転するステッピングモーターになります。で、このモーター動かしているドライバーですね、3D プリンターなどでよく使われているドライバーになります。こちらフルステップと呼ばれる1パルスで 1.8 度回転するものから、ハーフステップと呼ばれるですね、1パルスで 0.9 度ですね、回転角が半分になるとか4分の1になるものとかですね、8分の1、16分の1ということで選択できる、そういったドライバーになります。このドライバーに対して回転方向を指示する出力ですね、これを Y の方だったりですね、あとパルスということで回転数ですね、回転するステップ、こちらの入力を入れるパルス出力というのが Y の4だったりですね。で、あとですね、それぞれ、フルステップ選択なのかハーフステップ選択なのかというのを Y の0から3で出力して制御しています。でまた入力については今回こちらですね、コントローラーを使って、今パルスについては Y の4を使ってですね、400Hz のパルスを与えてます。一般的なステッピングモーターというのは台形駆動と呼ばれる駆動方式を取るんですが、今回、PLCIO では台形駆動などの駆動方式行えません。出力するパルスも周波数しか指定できません。カウント何カウント何パルス出力するかというのは指定できませんので、今回速度だけというような形になります。で、今フルステップの方で移動させてみますが、こちらですね、右ボタンを押すと右に移動、左ボタンを押すと左移動というような形になります。今こちらですね、フルステップでの動作という形になります。で、その次ハーフステップで動かしてみてみたいと思います。今こちらですね、ハーフステップの出力ということでこちらの方ですね、点灯してます。ハーフステップにすると同じ 400Hz で、動かしている。こちら 400Hz というのは1秒間に、モーターが2回転する、そういったパルスになるんですが、こちらですね、フルステップに比べてハーフステップだと移動距離が半分になりますよ。こちらの方ですね、1パルスあたりの回転角が半分になってますので、それだけ細かく制御できるようになりましたよ。逆にスピードは落ちちゃいますよという形になります。またさらに4分の1ステップですね、こちらの方ですね、4分の1回転ですね、1ステップあたり4分の1回転になるように変えてあげると、またさらに、回転角は半分になります。1ステップあたりの回転角がもともとの 1.8 度から4分の1ですね、0.45 度を回転するような形になります。で、さらにですね、今こちら8分の1に変えてみます。8分の1に変えるとこちらの方ですね、移動速度がガクンと落ちました。こちら今度は 0.45 の半分ですね、1.8 の8分の1のステップ角に変わりましたので、ですのでさらに速度は遅くなるよ。ただし1ギメ精度は高くなります。で、最後16分の1ステップですね、16分の1ステップにすると今もともとのフルステップ 1.8 度に対して16分の1の角度になりますので、かなり速度としては遅くなっているよという形になります。
こちら今単純な位置決めですね、リミットスイッチ等をつけて、制御するのであればこのステッピングモーターですね、の制御PLC-IO86 で十分行うことができますので、こちらのサンプルということでご紹介させていただきました。一応ステッピングモーターの脱調しない、パルスに追従しない動作のことを脱調という言い方をするんですが、脱調しない、パルスは一般的には 400Hz、1秒あたり400パルスと言われておりますので、ステッピングモーターを制御する場合には400パルスのPWM 出力で、デューティー比は 50% で制御していただければ結構です。それではですね、こちらの方ステッピングモーターの制御ということでご紹介させていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。